4年前から狐の出没に悩まされている札幌市清田区の三里塚公園、これまでにも何度か番組で取り上げてきたんですが、近隣の住民は依然市の対策が不十分だと不満を訴えています。野原でじゃれ合う狐たち。北海道ならではの微笑ましい景色に見えますが、実はここ子どもたちも利用する公園のグラウンドです。札幌市清田区里塚の三里塚公園です。国道36号線にも近く、公園の周りには住宅が密集しています。あ、ふんふん、ここにふんあるんですか。キツネのふん。今トウキビ食べてるので、トウキビの色黄色くなってますが、はい、この公園では2017年頃からキツネが出没し、利用者を威嚇したり糞をしたりして利用しづらくなっていると石井さんは話します。さらにはこんな様子も。一心不乱に何かに食らいつくキツネ、加えているのはカラスの死骸でした。まあ、カラスを食べるキツネっていうのは食物連鎖が成り立ってると思われるんですよね。カラスが来てからもうキツネが来らしたんですか。石井さんはキツネが出没するようになった理由は、カラスが公園の木をねぐらにしたことがきっかけだと考えています。集団で飛び立ってるやつ、カズワン。カラスは日中町へと出て行き、夜になるとこの公園に戻ってくるといいます。公園を管理する札幌市は去年と一昨年、公園の樹木を間引きしましたが、切ったのはごく一部で、カラスの数は減っていないといいます。間伐したところもお構いなしにもカラスが止まってるというような状況でね、もうちょっと腰を入れて抜本的な対策。開設から33年、三里塚公園は市民の憩いの場に戻るのでしょうか。札幌市は今年度に散策路の拡幅や樹木を間引く整備計画を設計し、来年度以降に工事を実施する予定です。